スティーブ・オージェリーは、アメリカ合衆国のロックシンガー。トールストーリーズ、タイケット、ジャーニーでの活動で知られている。様々な音楽の影響を感じさせ、同時に他に類を見ない、彼自身の独自な音楽的昇華の結果をメロディックロックとして打ち出しているスティーブ・オージェリーは、アメリカ人のロックシンガーであり、1998年から2006年まで、ジャーニーのリードボーカルを務めたことで、最もよく知られている。オージェリーは8年間で3枚のアルバムの録音に参加した。ジャーニーはこの8年の間に世界で最も成功したグループとなり、世界中の何百万人というファンのためにライブを行ってきたのである。父親はジョセフ、母親はエマの間に生まれたスティーブ・オージェリーは1959年1月30日生まれ、ブルックリンのベンソンハーストで育った。オージェリーに音楽を教えたのは父ジョセフであり、何年間もエマーソンのラジオ時計でシナトラやリズム&ブルース、ソウル、カントリーなどを聴いてきたのだった。オージェリーが通った小学校の音楽教師、フレデリック・トレグロッサもまた、オージェリーに直接に強い影響を与えた人物の一人である。オージェリーの声の持つ可能性に気づき、その歌を育てた人物だった。4年生のミュージカルの出し物で、オージェリーに、ヴェルディの女は気まぐれを歌わせたのも、この教師である。オージェリーはニューヨーク市立音楽美術学校に進み、最初は木管楽器を学んだ。その後、バスーンを学び、さらに自分がクラシック音楽に惹かれていることを自覚する。フレンチウッズ舞台芸術サマーキャンプに参加し、6歳から16歳までのロックバンドのクラスの子供たちを教えることは、オージェリーにとってはまさにそこにしかないロックの学校を経験することだった。オージェリーは授業料の小切手が不渡りになったのを契機に大学を辞め、故郷に戻ってロックンロールバンドを結成した。セッション歌手として働き、同時にバーテンダーとウェーターの仕事もやりながら、最初に転機が訪れたのは1984年のことだった。世界で最も有名なハードロックギタリストの一人、UFO とスコーピオンズで知られるマイケル・シェンカーのバックグラウンドコーラスの一人として雇われることになったのである。ニューヨークシティ48番街のマニーズ楽器店で、オージェリーはギタリストのジャック・モラーと出会い、批評家から好評を博したバンド、トール・ストーリーズを結成した。ベースはケビン・トトイアン、ドラムズはトム・デ・ファリアだった。1992年のニューヨーク音楽賞でトール・ストーリーズは最優秀デビューアルバム賞候補に指名され、またオージェリーは最優秀新人男性ボーカル賞候補に指名されている。トール・ストーリーズは驚きをもって迎えられ、メロディックロックの存在を世に知らしめたものの、ロックシーンの急速な変化に追いつけず、バンドは1995年のパリでの公演を最後に解散する。少しの間も休むことなく、オージェリーはすぐにゲフィンレコードのハードメロディックロックバンド、タイケットのメンバー、ブルック・セント・ジェームズと出会い、歌を作り始めることになる。オージェリーはリードボーカルとしてグループに迎えられることになる。タイケットのアルバム、シャインは1995年に発売され、続いて、ヨーロッパでのツアーが行われた。翌1996年にはライブアルバムテイクアウト&サーブドアップライブが発売された。自分の家で妻リディア・オージェリーの夫として過ごすこととミュージシャンとしてツアーに出ることの均衡を図るのは難問だった。そして1996年の終わり頃にはますます状況が複雑になっていく。息子のアダムが生まれたのもこの頃だった。オージェリーは家庭を大切にしたいと考え、父親と同じ職業、すなわち大工仕事に戻ろうと決心した。そして結局、衣料品店、ギャップのニューヨーク市の店舗網の保守マネージャーとして勤めることになった。1997年、ギャップでの勤務がちょうど1年経った頃、ギタリストのジョーセフ・アルの紹介で、オージェリーに、ジョナサン・ケインとニール・ショーンから電話がかかってきた。そして伝説的なロックバンドであるジャーニーがボーカルを探しているのでオーディションを受けないかと誘われたのである。1998年、オー・ジェリーは正式にジャーニーの4代目ボーカリストとなった。前任者のスティーブ・ペリーがバンドを辞めて以来、正式にボーカルを引き継いだのはオー・ジェリーが最初だった。これ以降の8年間で、ジャーニーはツアーを定期的に行い、アメリカ最高のロックバンドの一つというかつての名声を再び得るに至ったのである。700万枚を売り上げた映画アルマゲドンのサウンドトラックに収録されている曲 Remember Me がオー・ジェリーがバンドと共に初めて録音し発売された曲である。続いて2001年にはアルバムアライバルが発表される。さらに2002年にはシングルレッド13が発売された。ジェネレーションズは2005年に発売され、これがオー・ジェリーがジャーニーで録音した最後のアルバムとなった。オー・ジェリーは何度もぶり返す、喉の問題で2003年以来ずっと苦しんでおり、2006年半ばにグループから脱退することになったのだった。ジャーニー2001と名付けられた2000年12月に、収録のラスベガスのコンサートの DVD は、このメンバーたちによる成功を証明する最後の証となった。オー・ジェリーがジャーニーを離れた後も、彼とリディアが過去10年以上にわたって支えてきた様々な慈善団体の間での人気が衰えることはなかった。オー・ジェリーは引き続き慈善活動に協力し、施設を訪問したり、ライブ演奏を行ったりしている。こうした団体には、ジャーニー・トゥ・ザ・キュア、リトル・ベイビー・フェイス基金、ダイヤモンド・エンジェルズ、マーチ・オブ・ダイムズなどがある。2010年当時、オー・ジェリーは自分名義の初のソロアルバムを発売する予定があった。仮タイトルは、In the Moment だった。このアルバムに続いて、世界ツアーを行い、彼がこれまで歌ってきたすべての曲と、新しいバンドを紹介する予定があった。2010年に、オー・ジェリーはシングルリバーサイドを発売している。彼はもう一枚フォトグラフというシングルを2011年9月に発売している。3枚目のシングルHours in the Dayは2012年9月に発売された。さらにもう2枚のシングルFor the Rest of My LifeとBehind the Sunは2013年8月に発売された。ホームアゲインは2014年1月に発売されている。2014年3月、オー・ジェリーがスーパーグループ、アンダーワールドを結成したことが発表された。ギタリストのキー・マルチェロ、ベーシストのスバンテ・ヘンリソン、そしてドラマーのバージル・ドナティがメンバーだということである。すべてシングル曲。ありがとうございます。